日本鹿児島県日置市移住院長、徳重移住院長徳重は、鹿児島県日置市の大技。旧日置郡移住院号徳重村、日置郡中移住院村大技、座、徳重、日置郡移住院長徳重。移住院長徳重一1丁目から移住院長徳重三3丁目、及び移住院長徳重がある。人口は2696人、世帯数は955世帯。 郵便番号は899-2502。日置市の東部、上野川中流域に位置している。阿佐域の北方には、移住委員長群、移住委員長群1丁目、移住委員長群2丁目、移住委員長名園寺、南方には、移住委員長下矢口、東方には、移住委員長、伊賀倉、移住委員長伊賀倉1丁目、西方には、移住委員長大田。 伊集院長寺脇がそれぞれ接している。浅井駅の南部を東西に、鹿児島本線が通っており、伊住院駅が所在している。鹿児島本線の一部に沿って、鹿児島県道24号鹿児島東市期線が通っており、鹿児島県道301号伊住院停車場線が南北に通っている。西部には、鹿児島県道37号伊住院日吉線が南北に通っている。 中央部には、島津義弘が祀られている、徳重神社が所在しており、病院手参りの際は賑わっている。徳重神社付近にある大地上には、パナソニック移住院工場が所在している。徳重という地名は、鎌倉木より見え、薩摩国移住院のうちであった。江戸期には、薩摩国飛沖郡移住院座とのうちであった。村高は、 由緒最先町では636国余り、天保郷町では585国余り、休校給料では641国余りであった。島津義弘は幼児を当地で過ごしていたことから、村内の妙苑寺を菩提寺と定め、自分の木造を安置した上に500国余りを妙苑寺に寄贈した。しかし、明治初期に起こった廃物希釈によって妙苑寺の跡地に、 徳重神社が創建された。1889年に町村制が施行されたのに伴い、徳重村の区域は中移住院村の大技、徳重となった。1922年には中移住院村が調整施行し、移住院長の大技となった。1979年に地域の一部から病院寺1丁目から病院寺3丁目が設置され、 1997年には、大技徳重技北又の一部を、大技和技和、舞田、大久保に編入した。2005年には、移住院長が、東市木町、日吉町、吹上町と共に新設合併し、日置市の大技、移住院長、徳重となった。2015年7月24日に、移住院長、徳重、移住院長、伊賀倉、 移住委員長群の各一部の区域を事業区域とする移住委員都市計画事業、特殊部地区各整理事業が勘違処分され、翌日の7月25日には次回及び一番変更が行われ、移住委員長群及び移住委員長、伊賀倉、移住委員長、特殊の各一部より、移住委員長特殊部一丁目、移住委員長特殊及び移住委員長、伊賀倉の各一部より、 移住院長徳重2丁目、移住院長徳重の一部より、移住院長徳重3丁目が設置され、移住院長徳重及び移住院長伊賀倉の一部より、移住院長伊賀倉1丁目が設置された。日置警察署、徳重神社妙園寺公共自社金融施立、小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。県道九州旅客鉄道、ありがとうございます。